イメラジオです今日は令和3年12月3日金曜日です。時刻は午後3時回りました。横浜、港北はとってもいい天気で、前の森でも葉が色変わっていますね。もう紅葉だいぶ終わりつつあるそんな季節でもあります。さて晩秋というか初冬というか、そんな日の午後、イメラジオに。 茂木先生、えーと、ご登場いただくことになりました。茂木先生、こんにちは。あ、こんにちは、茂木誠です。ありがとうございます、はい。はい、よろしくお願いいたします。今日は茂木先生から日本と朝鮮半島という、そういう、えー、とテーマでお話しいただけるということで、楽しみにしております。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 そして日本にとって朝鮮半島近くて遠い国なんてよく言われますが地理的にはとっても、まあ、近い隣国けれどあの、まあ、この朝鮮半島があることによって日本はいろんなあの、まあ、歴史上の苦難もなめてきたそんなふうな気もいたしますさてこの日本と朝鮮半島を語るとき茂木さんどの辺から、えー、と始めたらよろしいでしょうか 朝鮮日本と朝鮮の歴史を語ると、まあ、大体ほとんど、うん、あの古代史で<っ>例のコウくだ百済新羅がどうしたこうしたっていう話を、うん、一生懸命やって、うんはい、でそれが途中なんかすっ飛ばされて今度いきなり近代になって高架党事件がっていう話になってしまうんですけれども、うん、実はそのすっ飛ばされちゃってる中世ですね にああのー、今のあの今日韓関係、日朝関係を規定するような出来事があったということを、今日はあのお話しししたたいいと思いましたなんと、中世に、はい、あの日韓関係を規定するようないろんなイベントがあったということなんですね。はい、確かにあのハクスーナーへの戦いからい,いつの間にかこうかとにあの飛んじゃって、<う>あのその間、 まるで朝鮮半島は何もなかったかのようなそんな印象を受けますが実はそうでなかった、はい、そういうことですね。そうですねとはいえよくあの日本の,あの、えっと、歴史の話聞いていると聞こえてくるのは、えっと、朝鮮半島の中世にはあまり見るべきものがなく社会も停滞していたのでだから高火塔事件まで行くのもやむをえないんだという、うん、そういうなんか論調もあるような気がするのですが。 先生、この中世に焦点を当てるということで、ではお願いします。李氏、朝鮮からでしょうかそれとも,もうちょっと前からでしょうかあ、じゃあ、高麗から行きましょうか。はい、高麗から。はい。で、高麗王朝っていうのは、うん、まあ大体日本でいうと、平安時代から鎌倉時代にかけての王朝です。うん、はい、で、えー、文化的に非常に。 優れたものを持っていてい僕は歴代朝鮮で一番その文化的に羽が立ったのは高麗だと思ってまして、あ高麗が、うん、であの陶磁器、高麗政治というものを作りましたよね。うん、これはその中国の陶磁器に匹敵するレベルであったとか、あとは、うん、あの印刷ですよね。 木版印刷で大増教っていう仏教禅宗の刊行をしたり、あとは、えー、金属活字も作っていたという記録もあります。金属活字はい。そうすると、あの世界史で習うグーテンベルクさんよりも、こっちの方が早いような気がするんです。一応あの、高麗の金属活字が世界最古ということになってますね。あじゃあああののもっとそれをあのなんか えっと、注目した方がいいですだね、これ、現物残ってないんですよ、その活字の。ね、その活字で吸った、うんえー、なんかその仏教書が残ってるっていうだけなので、あ,あ,あ,とあとは言い伝えですよね。とりあえず言い伝えではあったとしても、そんな古い時代に、うん、あのそういう活字。 カッパ印刷を木製であれ、金属であれやってたっていうのは、うん、なんかすごい感じがしましただからあの、最近の韓国のね、例えば、うん、あの半導体であるとかですね、うんえと、スマホ関係のいろんなテクノロジー、はい、あれはあの日本からパクったもんですけれども、でもそれでも、あれだけの企業を立ち上げるっていう力を持っていた、やっぱそういうあの能力はもともと あったんですよね中の頃からなるほど、うん、いや、確かに僕もちょっと不思議だったのは、なんか技術をなんかあの日本からえ、えっと、取り入れたんだというものの、それがもしえっとできるんだったら、よその国だって、もっともっと発展してもいいのに、うん、なんかその韓国の発展の度合いがすごく早くて、まあ、ちょっと異常というふうにちょっと見えてたんですけど、うん、やっぱり下地はあったということなんですね、それは。私はは思ってます、ねうんあはい、はい ところがですね、実はその朝鮮半島の歴史におけるですね最悪の事件がこの高麗時代にあったんですよ。最悪の事件。はいうんこれがモンゴルですね。原稿ってやつでしょうか、日本にとってみれば。いん とにかくあの地続きなもんですから、止めようがないんですよ。で、いきなり騎馬軍が来ますので、それで、今の、うんと、ピョンヤンの近くに、えー、とケソンというとこありますね。工業団地が、今の。で、ケソンがあの漢字で会社を開く城ってことんですけども、それが高麗の都だったんですけども、これがあの、えー、焼き払われましてですね。うん で高麗王は命からから逃げて、うんあの、今のあれですね、えー、とカンファード、えー、高架島、うんうん、っていう島にですね、えー、逃げ込んで、うん、それで立てこもるんですよね、島に。でモンゴル軍、船がないから、うん、その小さな島ですけども、それを落とせずに、えー、高麗王家は生き残るんですけども、その代わり本土が全部、蹂躙されまして、 で、約 30, 30年間毎年攻め込まれてるですね。で、うん、住民は拉致されるは家畜は奪われるは穀物は持ってかれるあっても、あの、ボコボコにされるわけですよね。それで、うん、効果統っていうのは、ここでも朝鮮市に出てはくるわけですよね。出てくるんですよ。これ宮古だったんですよ、だから、その時。近現代のあの時点かと思ってました、だけかと思ってました。うんうん、はい だから、高麗王家が生き残っても、ですね、うん、人民がいなくなったら意味がないですよね。なので、高麗王はあのモンゴルに膝を屈して、島から出てくるんですが、はいあの、その時に徹底抗戦しようというグループがいて、でその高麗王の親衛隊ですね。うん、で彼らはその高麗王とたもを分かってで、さらに南に移って、チェジュ島、最終島に。 えー、立てこもるんですね。これが産別賞ってやつですね。あ。ここで産別賞が出てくるんですね。はい、あ<ー>。産別賞その後も何十年間かか、こう抵抗するんですけども。うんうん、それで、えー、この時モンクルがフビライハーンです。うん、はい。で、フレイハーンはですね。毎年のその貢ぎ物に加えて、うんえー。高麗王の息子をですね。人質に取るんですね。うん、それで。 えとフビレの娘と見とわせて、うんうん、その王子をね、うん、で、えー、と王子は、高麗の王子は、モンゴルの宮廷で教育すると、うん、だから、モンゴル語をマスターさせられて、うん、頭を弁伐にさせられて、うん <laughs> で、毛皮のファッションを着せられて、うん、<laughs> え簡単にその奥様もモンゴル人で、モンゴル化して、大人になって戻ってきて、高麗を治めるということをやります。 なん,かなんかいろんなところで聞く話ですね、この。うん、これあの、聞いてる皆さん、例えばね、はいえっと、日本に来たモンゴルが勝ってしまって、京都まで占領されて、うん、で天皇の王子様が拉致されて、はい、で、便秘されさせられてってことを考えると、わ、はい、かると思うんですよ。ととしますねそれですあの、その戻ってきた王子が中列王って人で、 中義の中にあの列ですね、中列王って言って、うんはい、列はなんて激しいの、列ですね。うんうん、だからあの、義理のお父さんがフビライハーンなんですよね。うん、で、彼は、そのなんとかお父さんの義理のお父さんのフビライハーンの機嫌を取ろうとして、で、なんて言ったかといと、海の向こうのに日本を攻めましょうって言ったんですね。この中列王のサジェスチョンだったんでしょうかそう,そうです、そうで、ん、す。えー。うん だから実際は高麗とモンゴル連合軍だったわけで、あのいわゆるもう襲従来いたのじうね。なんか、えっと、伝え聞くっていうか、まあ、私が見聞きしたところでは、なんかその嫌がる高麗をです、ねえっと、海海軍のないモンゴルが、えっと、お前ら船出さんかいっていう感じで、こうあの無理やり出させたみたいな。なあ逆ですね。 あ <laughs> あそうかうちが船出しますから <laughs>、うん、お父さん行きましょうって言ったわけです。そしたら高麗は可愛がられるじゃないですか。うんうんうんなんかいいやつじゃみたいになりそうですよねういやつ。しかしその日本遠征が大失敗すると、うん、いうことですよね。ですっかり高麗はこれで国力を消耗してしまってですね。それで次に起こったのはあのー。 モンゴルが弱ってくると。で、南中国で明朝が建国されて、で南京で修元将って人が皇帝になっちゃって、はい、で北京のボンモンゴルを朝を打倒するって言って兵を挙げちゃうわけですよね。はい、そうすると、元朝はまた高麗にあの出兵しろと。で、今度その明と戦いと。うん、こういうわけですね。うん、それで、その時に、うん、あの高麗王が、 大陸の方に送り込んだし軍人が李政慶、一ソ家って人で、これが次の朝鮮王朝を立てるんですけども、ああ、李成慶はそういう出自だったんですね。そうですあの。元から民を攻めろというふうに言われて、高麗、えー、からあのその民を攻めようと思って派遣した軍の、まあ、司令官みたいな人だったんでしょうか、李政慶が、はい。そうですね でこの人が何で台頭したかっていうともともとは和光との戦いですね。はい、で和光っていうのはその、うん、九州の辺りのですね武士団が、うんえー、要するに元寇の後に、うん、そに一つは報復の意味がありますね。うん、それから日本人が大勢拉致されてますんで探しに行くってこともあり。 あとは密貿易もあって、まあ、いろんな動機があるんですけれども、えー、要するに鎌倉幕府の統制がもうきかなくなっちゃったんで、その西日本の武士団、うん、海の武士団、いわゆる海賊です、海賊。うん、海賊がですね、えーと、高麗を襲ったのが和光で、それと戦って名を挙げた李成慶が、はいえー、高麗軍司令官となって、うん、で、明、えー、と,との戦いに向かったんですが、今度この李成慶が裏切ると。うんあなん 理性系ってじゃあ和光とはもうか関わり合いがあったわけですね。もうう和光で名を上げた人ですよ。うん、和光の鎮圧でねな。なんかどっからともなくふっと現れたような歴史の習い方なんですが。でこの人はちょっと出,出自が謎でございまして、一説、うん、によると女神族という説もあってよくわかんないですね。理性系が現地、えっと、を滅ぼしてこいというふうに言われて、 あ逆,逆、逆、民を滅ぼしてこい。失礼しました。で、元帳から民朝を滅ぼしてこいっていうふうに言われたんですけど、はい、なんとその言われたその李政権が今度はあの、はい、反旗翻してきたっていう。うで民に寝返っちゃうというですね。あ民に寝返った、そうすると高麗の敵になったわけですね。敵になって、うんうん、それであの戻ってくんですよ。<laughs> <あ>戻ってきて、首都会場を占領して、で高麗王を殺害しちゃってですね。 ああで今日から俺が王様だって言い出して、だから全部これ、明からの,あの承認を得てるわけで、初めから。ああ理政系としては、そうです。ですね、ああだから、明の初代皇帝の皇部帝から、はい、あの王として任命されて、うんで、国名を賜って、これが朝鮮っていう国名ですねあ。ここからなんですね、朝鮮っていうふうに言うのは。はい でこの朝鮮という国名には意味がありまして、うん、あの古代、古代の朝鮮半島は、漢、えー、民族が盛んに入植していて、うんで、神話の話になりますけれども、第一王朝と第二王朝が漢、えー、民族、あまあ、第一、第二って言ってるのかな。うん、あ神話で言うと、ごめんなさい。神話で言うと えと最初が「ダンクン朝鮮」ってやつで、はい、これ完全に神様です。うん、で、えー、その人間になってからの王朝が「騎士朝鮮」「英始朝鮮」って言って、はい、この「騎士朝鮮」「英始朝鮮」っていうのはチャイニーズが作ったんですよ。うん、だからその朝鮮って国名は、うん、チャイニーズが建てた王朝っていうニュアンスがあるんですね。ううんうん、うん よって民を、民としては、えー、国民は朝鮮に戻せと。で、今後は我が民帝国に忠誠近いということです。その、騎朝鮮、または英氏朝鮮って、まあ、大体年号でいうといつ頃なんでしょうね、これって。とですね。<laughs> うん、もう随分昔って書いてでしょうか。神話の世界ですので。<laughs> 神話のだから、理事みたいになっちゃうでしょうか。 中国側の言い分では、陰陽町ってありますね。昔、はいはい。陰陽町、うんうん。で、陰陽町が滅びた時に、うん、えときに、陰陽町の王族の一人の騎士っていうのが東に逃れて、うん、あの朝鮮を作ったという話になっています、うん。だから、もうそれを聞く。町が滅びたってことは、うん、えと紀元前1000年頃、うん その頃まで朝鮮は遡るとも言えるは言えるし、これ神話じゃないかって、もし言っちゃうんだったら、うんあの、さっきの李氏朝鮮からっていう、こんな感じなんでしょうか、大体。だから、あの神話にしてもそれは中国人の神話だから、朝鮮側としてはそれは面白くないので、さらに遡ってぼンクン朝鮮っていう神話を作ったんですよ。ンクン朝鮮を。はい、うん ってことは、その朝鮮と呼び名は、やっぱもともとは中国由来のものだったっていうのはそうです。えっと、これは間違いないですね。じゃあ、それは私たちは一つ、あのスターティングポイントにしといたらいいですよね。はい。うもともと彼らの民族名は漢なんですね。漢って韓国の漢ですね。あっ、あっちの。うんうん、そうそうそう。うん、だから今でも、その、うん 北半分が朝鮮と言ってて、南が韓って言ってるのは非常にしあの視察的なんですよ、ねあ。なるほど。うん、やっぱりタイー、タリとつながってる方が朝鮮と言いたがるという。で、割と韓っていう呼び名の方は割と朝鮮の民族のアイデンティティを守ろうみたいな感じがちょっとするってことでしょうかはいそうだと思います。では先生、ここまでとりあえずパート1ということで、はい、あの古代から そしてあの中世にかけてのおよその朝鮮というよりなそして韓というよりなその由来とかその歴史的な背景みたいなものをちょっと学びました。いよいよ、李氏、はい、朝鮮にパート2で入っていきましょう。はい